こんにちはです今回のの動画ごご視聴感謝していまますすありがとうございます今回はギリシャ経済危機の原因というテーマのお話を聞いていただきたいと思いますで。最初にいただいているメッセージを一通ご紹介させてください。今から白坂先生の今日の YouTube の動画を見ます。今日も楽しみです。ちなみにうちの子供たちも白坂先生の講義は聞いています。 うちの子供は日本語が第二,第二カ国語なので難しい日本語だといまいち理解できない部分もあるようですが私が聞いているのでよく聞いています。ありがとうございます。それではアメリカは朝です。良い一日をお過ごしくださいということですね。 まあやっぱりこうやってインターネットという環境があるのでですね、まあ、アメリカにいる方にも話を聞いていただけて、なおかつね、そのお子さんたちにも聞いてもらえるというのは本当に素晴らしい時代だなと思うとともにですね、やっぱりね、そうやってこう毎日楽しみにしていただいているというのをとてもありがたく思っています。こちらこそ感謝してます。ありがとうございます。 はいということで今回はですねギリシャの経済危機の原因というテーマのお話を聞いていただきたいと思います、まあ、今回は結論から言うとですね一番のもう本質中の本質、ね、根本中の根本の原因は何だったかっていうと、ね、共通通貨ユーロというのが導入されたからということなんですね共通通貨ユーロという通貨が導入されたからというのがもう一番大きな原因だと いいう,うに考えています。でな,んでなのかっていうことなんですけど、ね、えもともとヨーロッパっていうのは、ねまあ、国が、ね、えバラバラだったわけですよね、まあ、イギリスとかフランスとかドイツとかねイタリアとか、まあ、今回挙げているギリシャとか、ね。 っていうふうにこうバラバラでしかもそのバラバラの国はバラバラの通貨を使っていたわけです例えばイギリスはポンド、ね、ドイツはマルク、ね、フランスはフランでイタリアはリラ、ね、でこギリシャという国は、ね、こうドラクマという、まあ、独自通貨を使っていたわけですよねでその後に、まあ、結局ねヨーロッパ連合 EU というのができて まあ現在ね、この現在2017年では EU というの、ヨーロッパ連合 EU というのは28カ国で、なおかつ共通通貨、ユーロというのを19カ国が使っていると。28カ国中19カ国が共通通貨、ユーロというのを使っているわけですね。まあ、イギリスはポンドというね、独自通貨を維持しましたけれども、それ以外の主要国ですよね。 フランスとかドイツとかイタリアとかスペインとかポルトガルとか、まあ、今回のギリシャという国は共通通貨ユーロというのをまあ導入したということですよねだからドイツは、ね、マルクという通貨をユーロに変えてでフランスはフランというお金をフランにユーロに変えてでイタリアはリラというお金をこうユーロに変えてで今回の,そのギリシャという国は、ね、ドラクマという独自通貨をユーロに変えたということですよね だから、その、ね、多くの国々が、ね、今までバラバラの通貨を使っていたのにそれ,それで共通通貨ユーロというのをまあ使い始めたということです。で、これがなんでギリシャの経済危機の原因になったのかとね、まあ、最初ギリシャ発で、そのあ、ね、そのスペインとかね、イタリアとか、ね、そういった国々も次々に、ね、あの経済的な危機というのをまあ迎えたわけですけれども、まあ、特にギリシャっていうのが一番ね、大きな経済危機に見舞われましたよね。 それはなんでそのね共通通貨、ユーロと関係があるのかっていうのの説明っていうのを続けていきたいと思うんですけど、ね、あのもし、ね、通貨がバラバラだったらその通貨がね自分の国のね産業っていうのを守ってくれるというところがあるんですね。でお客さんはですね自分の大事なお金をもし使うというならば、ね、当然ね、ね一番いい商品を買いたいですよね。当然ね品質が悪い商品よりは品質がいい商品を買いたいですよねね。 自分にとっていいもの、自分にとって一番のもの、自分にとって最も品質がいいと思うものを買いたいですよね。もし品質が全く同じなんだったら安いものを買いたいということになります。 ね、そうした時きに、まあ、基本的にはお客さんというのはまあ選んでるし比べているし、ね、そうした時に、例えば、ね、その共通通貨、ユーロというのを使う前は、まあ、ギリシャはドラクマ、ね、ドイツはマルクという別々の通貨を使っていたわけですけど、ギリシャの人がドイツの商品を買おうと思ったら、ね、そのままじゃ買えないですよね、ドラクマあのイギリシャのドラクマという通貨のままでは、ドイツの商品が買えないですよね。 本当に買いたいと思ったら、ね、一回ドイツのマルクに両替して、そして、ね、ドイツの、ねえー、商品を買うということしかできないわけです。つまりね、必ずその両替というものが必要になるわけです。ね、でそうするとね、ま,あ、まず一つは手間ですよね。 ね、ドイツの商品が欲しい。一回一回ね、両替しないといけないというのが、まず手間であるというのが一つ。で、もう一つは、ね、両替するためにその両替手数料というのをこう仲介業者に払わないといけないですよね。両替すればするだけのの、ね、両替回数に応じて仲介手数料というのを払わないといけないということです。で、そうすると、ね、ギリシャの人たちからすると、ドイツにある商品を買うというのは、すごくね、手間だし、ね、手数料が。 ね、手数料の分高くついてしまうわけですよね。っていうことは逆の言い方をするとその通貨がバラバラだからこそギリシャは、まあ、ある意味ね、えー、守って 守ることがでできたわけですよギリシャという国は自分たちの産業を、まあね、守ることができるっていうか、ね、そのギリシャという国は独自通貨ドラクマによってギリシャの人たちを、まあ、囲い込むことができるわけですよね。こう囲い込みすするることがでできるわけです、ね、もしドイツの商品を買いたいんだったら毎回毎回ドラクマを、ね、マルクに両替して、ね、そのために手数料を払わないといけない。それはすごく、ね、手間だし手数料の分高くついてしまうから、まあ、だったらドイツの商品を買いたいんだったら ギリシャの人はギリシャの商品を買えばいいじゃないかということでギリシャっていう国からするとギリシャ人を囲い込むということに成功していたわけですね。ところが共通通貨ユーロというのが導入されると、ね、さっきの、ね、マイナス面というのはプラスになりますよね。両、ね、替する必要がない、ね。だから手間がかからない。ね、そして、 ね、あの両替手数料っていうのをねわざわざ仲介業者に払う必要もないということでこう一般消費者にとってはものすごくいい環境になるわけですけどしかし国にとってはものすごくやっぱ厳しいわけですよね通貨のおかげで要するに自分たちの国をの,の産業を守ることができてたわけですよでその通貨が統一されてしまうと結局ギリシャの人が、ね、じゃあギリシャにある商品とドイツにある商品を比べたときにでド,イツのあドイツの方の商品がいいと ということになれば当然ドイツの商品は欲しいですよね,ねあもし比べた時にドイツ製の方がいいということであればドイツの商品が欲しいわけですよ、ね、そうすると、ね、ギリシャの人なんだけどドイツの商品っていうのは明らかに買いやすくなったということになるわけですよねそうするとギリシャという国は、ね、その独自通貨ドラクマというのでギリシャ人を囲い込むということができなくなったわけですだからギリシャの人とか、ね、それからその例えばスペインとか ポルトガルとかイタリアの人っていうのがどん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 こうドイツの商品っていうのをこう買うということになったわけですね,だからそのね。EU ・ヨーロッパ連合という形でね、そのいあの地域内の人のお金の移動というのがものすごく自由になった結果、結局ね、そのドイツがどん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 ね、こう一極集中で強くなっていったんですね。 なので、環境が自由になればなるだけ人々、一般消費者とかね,こうね、庶民にとってはものすごくいいんですけど国にとっては厳しくなるというのがすごく状況としてあるんですね。え環境が自由になればなるだけ自由競争になるので、ね、あの環境が自由になればなるほど二極化していくんですよ。 ね、あの制限があればあるほど、なんかね、その制限が、ね、あの国を守ってくれるんですけど、ね、例えばそのギリシャドラクマという通貨を使ってるから、ね、その、ねえー、通貨のおかげで、まあねえー、自分たちを守るということが、まあ、国の立場からすると、自分たちを守るということがしやすいんですけど、それが環境が自由になればなるほど、人々にとってはすごく、ねえー、快適で便利になる一方、国にとってはすごくこう、ね、都合が悪くなるっていうか、まあ、自分の国の産業を守るっていうのが難しくなるということになります。 だから環境が自由になればなるほど自由競争になり結果が二極化していくんですね。 だからそのギリシャが経済危機になり、ね、その後ね、例えばポルトガルとかスペインとかイタリアとかっていうのも続き次々に経済危機になりましたけれども、それはね、その背景で、ね、逆にドイツっていうのがもうね、どん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 勝ち組になったということですよね、だからドイツの一人勝ちということになったわけです。要するに、環境が自由になればなるほど自由競争になるので、ね、負けるところがたくさん出る中で、ね、あの勝つところは圧倒的に1位になるということになるわけです。 だから、なんかね、ギリシャがね、財政破綻したとかね、そのポルトガル、スペイン、イタリアがね、経済危機に陥ったと言ったと,と思ったら、実はね、ドイツという国は毎年毎年財政を健全化し、2015年には新規国債の発行ゼロを達成してるんですね。要するに国自体がね、1年間でね、要するに借金をしないと。国債発行ゼロと。 いうのを、ね、達成してるんですよね。だから EU ヨーロッパになって共通通貨ユーロというのが導入されたことによって、まあ、ドイツは独人勝ちすることができたということなんですね、まあ、ちなみにイギリスっていう国はですね、まあ、多分分かってたんでしょうねその経済の仕組みっていうのがね通貨が統一されると、ね、自由競争になると。 いうことが分かってたんだと思うんですよだからイギリスっていうのはね、そのドイツと同じぐらいの、まあね、大国ですけど、経済大国ですけど、ね、ユーロっていうのを導入しなかったんですよね。独自通貨、ポンドというのを、ね、維持したというところがあります。 ね、だからまあ、ね、言い方はイギリスに対しては厳しいかもしれないんですけど、まあ、簡単に言ったら競争から逃げたということなんですよね、まあ自由、自由競争の環境の中に行かなかったということなんですよね。まあ、通貨を分ければ、イギリスの人が、ね、ドイツの商品を買いたい、ね、フランスの商品を買いたいといったときにユーロに両替しないといけないので、ね、その両替が手間であり、かつ、ね、両替手数料というのがかかるから、ね、それに対して結局ね、イギリスっていう国はイギリス国民をまあ囲い込むと。ポンドというお金 によっていい込むととうことがでできるわけですだから、まあ、そういう意味ではイギリスっていう国は、まあ、自分の国の、ね、イギリス国民っていうのを、ねまあ、要するに囲い込むっていうか自分たちの産業を守るということをやってたわけですよね、まあ、ただ、まあ、ちょっと表現は厳しいかもしれないですけど、まあ、簡単に言ったらドイツとの競争を回避したということとですよねところがねそれで結局じゃあ共通通貨ユーロを導入したドイツと。 ね、導入しなかったポンドああ、ポンドっていうね、独自通貨を維持したイギリスで、結局どういうふうになったかってったら、どん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 ドイツの方が強くなったということですよねそそれはそうですよね。 ね、それはそのフランスとかイタリアとかねスペインポルトガルの人たちが、まあ、ドイツの商品っていうの方が買いやすいですよね自分たちはユーロというお金を持ってるわけですから当然ねドイツの、ね、商品をユーロで買うっていう方が買いやすいですよねイギリスの商品を買おうと思ったらポンドに両替しないといけないわけですから、まあ、当然イギリスの商品よりねドイツの商品の方が 買いいいやすすととうことですだからドイツはどん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 ねその EU ヨーロッパ連合というのができたことによって財政をどん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 良くしていくことができましたけどイギリスは苦戦したわけですよねどうあの共通通貨ユーロを導入せずポンドというお金を維持したがために結局そのヨーロッパ EU におけるそのね恩恵というのをドイツほど受けることができなかったわけです、ね、でそれで去年の2016年イギリスの EU 離脱ということになったわけですよね ね、だから簡単に言うとその、ね、共通通貨ユーロの導入をしなかったということでドイツとの競争を避けて今度はもうねイギリスは競争そのものを否定したということになるわけです。ね、で要するに、ね、もうあのもう自分たちは,、ね、それはイギリスの人たちは、ね、口が裂けても言わないですけどでもね、えー、事実をそのまま見るならば、まあ、簡単に言うとはもうドイツに負けたということなんですよ。ね、あの結局、ね、あの もともとヨーロッパの長い歴史で見たときに、イギリスとドイツっていうのは常にね、どっちがヨーロッパの覇権を握るかっていうことでもないね、えー、長年やってたわけですよね。第一次世界大戦、第二次世界大戦っていうのは、まあ、簡単に言ったらイギリス対ドイツの戦争であり、ね、それに対してイギリスっていうのは第一次世界大戦も第二次世界大戦も、まあ、いわゆる戦勝国側になったということですよね。まあ、実情はともかくとしてね、一応、名義上は戦勝国になったということですよね。 で実際、イギリスっていうのはね、19世紀、1800年代、19世紀はまあ、ね、全世界の覇者と言っても過言ではない、その大英帝国ということで、まあね、世界1位になった国でもあるということですよね。しかも第1次世界大戦、第2次世界大戦はまあ、ね、一応名義上は戦勝国になったと。要するにイギリスが勝ってドイツが負けたということになるわけです。しかし、もうね、その第二次世界大戦以降、人々の殺し合いという戦争はやってませんが、しかし、経済戦争と、ね、いやあくまでも経済というのを競争と見た 立てたならばね事。事実上もう去年ね。イギリスはその負けを認めたということになるわけです。だから、そのね、経済戦争においてはドイツが勝ったということになるわけですよね。 まああの国っていうのは結局人の集まりですよね。究極的にはね、一番最小単位は個人ということになるわけですけど、個人っていうのはですね、競争に負けるとね、もうどっちかの選択肢を取るんですね。その人,あの人間心理として、競争していたんだけど、競争に敗れると、人間心理としてどっちかの選択肢を取るんですよ。でそのののどっっちかの選択肢っていうのは、ね、え一つはつ ね、あの要するに競争に勝った相手の、ね、アラを探してその、ね、アラを徹底的に、ね、こう批判したりすると、まあ、嫉妬したり批判すると、ね、いうのが一つの心理ですで。今まで競争してましたと、ね、ところが相手が勝ちました自分は負けましたとでそうすると、ね、勝った相手の、ね、アラを探して、ね、とはいえあそこを、ね、こういったところが良くないと。 いうことで相手をね嫉妬したり批判したりするというのが一つです。でもしそれを取らないならばもう一つの方法を取るんですね。人間っていうのはね。でもう一つの方法って何なんですか。実はその競争そのもののね興味関心をね下げてしまうと。 例えば今回は経済というね、経済とかお金というのが一つのテーマになってるわけですけど、ドイツもイギリスもね、経済とかお金、金融というものには非常に興味関心があったわけですけど、しかしイギリスは結果的に、ね、ドイツに負けたと、経済的に負けたということがあったならば、いや、もう自分たちにとって大事なのは経済じゃないと、ね、金融じゃないと、ね、というふうにその分野に対しての興味関心を下げたわけですね。 そうした時に、もう結局ね、EU、ヨーロッパから出て、もう自分たちは自分たちで、ね、狭い範囲内で、ね、それでもう結局やっていこうというのが、まあ、去年の2016年、イギリス EU 離脱ということになるわけです。ね、なので、まあのね、結局、共通通貨、ユーロというのが導入されたということによって、ね自由、ヨーロッパの中に自由競争の環境というのが整ったわけですね。 だから結局そのギリシャそしてイタリア,フランイタリアそれからスペインポルトガルといったところがまあ負けてドイツが勝ったということが起きたということですね。でこれは日本で実は150年前に起きたこととすごく似てるんですよ。 ね、日本の150年前に起きたこととすごく似てて150年前っていうのはね要するに日本が江戸時代から明治時代に変わっていった時代ですけど、ね、江戸時代っていうのは、ね、各藩が各藩で政治をし各藩が各藩で経済をしてた回してたんですねだから各藩は各藩の、ね、お金っていうのを発行してました。 いわゆる反殺と呼ばれるお金です。だから、薩摩藩は薩摩藩の反殺というお金を発行し、まあね、隣の日ご藩は日ご藩の反殺というのを発行してたわけですね。だから、今の、ねえー、例えば都道府県が47あるということであれば、まあ、単純計算ですけど、まあ、実際藩と県は、ね同じまあ、全く同じ区分というわけではないですが、まあ、ただ分かりやすく言うならば、まあね、今に置き換えて言うと、まあ、47都道府県が分かれてたということであれば、47の反殺という お金がバラバラ発行されていたということになるわけですで、そうすると各班はまあ要するにね、人々をまあ自分の班の商品を買うということで囲い込みをすることができてたわけですね ところが、150年前に明治維新というのが起こり、ね、その中央集権国家はですね、各藩各藩で独自に政治をし、独自に経済を回すという仕組みから、東京を中心とした、ね、中央に権力が集まる中央集権国家というのを作るということをしたわけです。でそれに伴って、ね、各藩が発行してた藩札というのも全部なくしたわけですね。そして共通通貨は言と。 いうのを発行して、もう日本であればすべての人が円という通貨のお金を使うということになったわけです。で、その結果、どうなったかというと、さっきのヨーロッパと全く同じですよね。要するに二極化したということです。勝ち組と負け組がはっきり分かれたということですよね。日本でいけば、中央集権国家ということで、東京に権力が集まったということでいけば、ね、東京に、ね、経済の富というのが集中し、ね、結局、東京が勝ち、あとの46都道府県が負けたと。 今この話をしている2017年現在で、ね、結局東京だけは、ね、ほとんど、ね、この借金というのがないんですよね。ほぼ借金がまあゼロに近いということです、ね。で毎年毎年でいくと基本的に黒字の団体ということですよね。 であとの46都道府県はもう借金ということで、まあ、基本的には東京以外はね、まあ、ね例,例外的に、ね、こう年によって、ね、黒字を達成するということはね、例えば大阪が黒字をね、ことは達成できましたとか、まあ、そういう,こう例外的に黒字を達成するっていう都道府県は、と時々出てきたりするんですけど、まあ、基本的には赤字体質ですよね。 でということで、まあ、東京だけが唯一、まあ、なんか借金もほぼなく、ね、しかも毎年黒字とで、あとの46都道府県は、まあ、基本ね、地方がたくさん借金を抱えていて、しかもね、慢性的に赤字なのが当たり前と、でそれを国からの補助金という形でなんとかやっているというのが、まあ、実情ということですよね。 東京が一番借金が少ないということで行くならば、ね、47都道府県で一番借金が多いのは北海道なんですよね、北海道が一番大きな借金というのを抱えているわけですけど、だから例えば夕張市みたいに、もう、ね、持ち越えたえることができないという、ね、そういう地方公共団体も出てくるということですよね。 これは何なのかっていったら、結局ギリシャが経済危機になったのを、実は150年前に日本は、ね、やってるということです。ね、共通通貨、円というのが導入されたことにより、ね、環境が自由になれば、ね、自由になればなるほど自由競争になるので、そうすると、ね、基本的にはそのお金とか富というのは一極集中しやすいということですよね。自由になればなるほど競争環境が、ね、激しくなるので、それだけこう勝ったところが圧倒的な1位勝者になり、 多数の負けという状態が作られていくということですね。 でそうしたときに、ね、じゃあ、ギリシャが経済危機を,しましたを体験しましたと、ね、いうことで、ね、じゃあこ、ね、今のこの日本っていうのに置き換えてみると、これは決して、ね、その他国の話じゃないということですよね。まあ、日本っていうのも本当にね、そういう意味でこういった、ね、テーマというのに対しても、ね、あの目を背けていくということが本当にできなくなってきているという状況があるわけです。 ね、それは何でですかって言ったらもう日本の、ね、国が抱えている借金っていうのが1,000兆円を超えたということですよね。 でまあ、この話をしたときにね、例えばじゃあ日本はね、ギリシャとは違うんだと、ね、国家財政破綻なんか絶対しないんだっていう人もね、必ずいるんですよね、それはそれでいいんですよ、別に。ね、あの別に私もね、あの日本に生まれ育った人間として、別に日本に国家財政破綻してほしいなんてね、希望してるわけでも願望してるわけでも全然ないわけなので、ただね、あの家がね、例えば、 家に住むというならば、ね、万が一に備えて、まあね、当然、地震保険とか火災保険に入るというのと一緒で、ね、別にあの、ね、地震が起きることを望んでるわけでもなければ、火事になることをの望んでるわけでもないけど、だけど、別に、ね、ちゃんとそのリスクがあるというならば、地震保険とか火災保険に入るというのは、当然といえば当然ですよね。 でそれと同じで、やっぱり日本もね、71年前に実際そう、ね、そね預金封鎖という歴史があった以上、ね、全くね、それが起きないっていうのはね、それはもう思考放棄だと思うんですよね。完全にね、その自分の頭で考えるのを放棄しているということしか私は思えないんです、ね。起きる、起きないはどっちでもいいんですよ。で起きたとしても備えておくってことがすごく大事だということですよね。起きても,いいあの起きても大丈夫と。もちろん起きてほしくないと。誰、ね、一人として地震が起きてほしいなんて思ってる人はいないし、誰 一人火事に会いたいなんて思ってる人はいないわけでじゃあ誰もね地震保険も火災保険も入らなくていいんですかって言ったらもちろんそんなことはないですよね それと同じで、ね、過去の歴史で例えば鎌倉幕府が特性令ということで借金を帳消しにし室町幕府が特性令ということで借金を帳消しにしわずか71年前の1946年2月に経済あの預金封鎖というのが行われて自分が持っている預金の90%を税として強制徴収されたとそういう歴史的事実がある中で絶対に経済破綻しない財政破綻しないというのは、ね、思考放棄だというふうに私は思うんですよ。 考えたくないといいとうね見たくないものを見なないいいいとととうふうににしか私には思えないということで、すよねそうしたときにね、一生懸命、ね、財政破綻しないっていうふうにこう、ね、力説する人たちが一番よく使う方法っていうのは、論理っていうのは何なのかっていうと、ギリシャと日本は違うんだと、なぜなら、ギリシャは外国に借金をしていたからであり、日本の借金相手は日本だからというのをよく使うんですよね。 ねまあ多分ね、国のね、オエラ型ですよね。もうね、固有名詞は出さないですけど、財務大臣とかね、えー、そういうね、なんか金融庁の長官とかね、なんかそういったいわゆるオエラ型がテレビを通じてそういう論理を使いますよね。ね日本はギリシャとは違いますと。ね。ねだから、そのね、ギリシャが借金をしてるのはね、外国だったからと。だから財政破綻したんだと。ね、日本が借金しているのは日本国だから。日本国民に対して借金しているんだから。 だだから財政破綻しないいんだっていう論理ですよねでこれになんか、ね、自分の頭を使って考えないで、ね、あのただねテレビで、ね、しかも、ね、お偉い財務大臣とか金融庁長官がそういったことを言えばあやっぱそうなんだ大丈夫なんだと、ね、日本が財政破綻するって言ってるのなんていうのは、ね、一部の、ね、マスコミとか、ね、一部の、ね、過激な論者のね煽りに過ぎないとかって言ってね、まあ、要するに自分が都合のいいように解釈するというところがありますよね。 でもね、自分の頭で使って考えればね、こんなこと簡単に分かることですよ。ね、全然難しくないんですよ。ねあのね、物事を、ね、複雑に捉えてる人っていうのはね、絶対本質が分かってないですから。ねあのあのね、本質は、ね、いつもシンプルなんですよ。 本質はいつもシンプルなんです、ね、複雑にしてるって複雑にすればなんかねう通らない論理が、ね、通るような感じがするんですよね。なんかだん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 複雑に複雑に複雑にしてだん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 訳がわからない状態にすればなんかねなんか通らない論理が通るような感じがするんですけど、ね、でもね物事っていうのはね常にシンプルなんですよ。本当に物事がよく分かってる人っていうのはいつもシンプルなことが見えてる人なんです。複雑なななことがわかっててる人なんじゃなくていつもね本当 のそのシンプルなものが見えてる人こそ本当の本質が分かってるんですよ。でそうした時にね、どれほど、ね、お偉い、ね、方がいろんなことを言おうがね、自分の目でね、はっきりとね、冷静にそれこそね、3歳、4歳、5歳が、ね、裸の王様だっていうふうに箱あの、ね、あの叫ぶことができたようにもっとね、シンプルにもっと純粋に考えればいいんですよ。ね、そうするとね、絶対に起きないという、ね、ことは言え,言えないはずっていうのが分かるんですよね。なんでですかって。 簡単ですよね。借金って誰から借りてるかって関係ありますかってことですよ。ね、借金って誰から借りてるかって関係ありますかってことですよね。例えば、ね、あの人は A さんから借金したからね、えー、財政破綻したんだと。私は B さんから借金してるから大丈夫なんだって、そんな論理が通りますかってことですよね。ね通らないですよね。 ね、私は A さんからね、えーああの人は、あの人は A さんから借金してたから、ね、だから財政破綻したんですと、で私は B さんから、ね、借金してるから、だから大丈夫なんだって、そんな論理が通用しますかってことですよね、しないですよね。誰から借りてるのかっていうのは、借金の本質を何も変えないじゃないですか、要するに返さないといけないお金だっていうことは何にも変わんないですよね。 ね、たったそれだけのことじゃないですか。でどれほどね,そのね、いろんな人がいろんなことを言ってね、例えば財政破綻しない20の理由とかって言ってね、えー、これだけ理由が揃ってるから、だから財政破綻しないんだとか、一生懸命ね、なんか経済学者とかお偉い先生たちがたくさんいろいろ言ってるみたいですけど、ね、物事ってそんな難しくないですよ、ね。そんな難しいことを言ってる人っていうのは、ね、本質が分かってないか、もしくはもうう嘘をついてるか、どっちかです。本本当当は分、ね、分かかかっっててるののにに、ね、立場上言えないのかそれとも本当に分かって ないのかかどっちかですよ本当に分かってる、あこの人、本当に分かってるなっていうのが分かるときっていうのは、その人がね一番ね確信のシンプルなことをついてるときだけなんですよ。ね、それそれさえ外さなければね、ね騙されるってことはないんです。ね、この人、いろんなね難しい専門用語とか、いろいろいろごちゃ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 言ってるけど、本当にこの人自身分かってるのかなというのを、ね、逆に疑っていいんですよ。 本当にね、うまくいってる人とか、本当にわかってる人はね、最終的には極めてシンプルなところにね、到達することができてるんです。ね、そうした時にに、ね、ギリシャは外国から借金してたから財政破綻したんだと。日本は日本国、もしくは日本国民に対して借金してるんだから、だから財政破綻しないんだっていうのは、ね、あの人は A さんから借金をしてたから問題なのであり、私たちは B さんから借金してるから問題じゃないんだって言ってるのと同じですよね。 そんなな論理通用ししますすかしないですよ借金は、ね、絶対返さないといけないお金っていうのは何にも変わんないじゃないですかギリシャが借金したお金も日本が借金したお金も借金であるという以上マイナスの状態なのでありそのお金は必ず返さないといけないお金であるということは何も変わらないですよねだったらギリシャは返,せあの返すべき、ね、借金というのが返せないっていう状態になったから財政破綻したわけですよね だったら日本も日本はこの借金返せませんっていうふうになったら財政破綻するじゃないですか。誰から借りてるかなんて何の問題でもないですよね。そんな問題のすり替えをしてるだけですよ。ね、だからね日本は日本国から、日本国もしくは日本国民から借金をしてますと。ね、そうしたとき日本はじゃあ借金返せますかって言ったらね、はっきり言いますよ。返せないですよ。返せないですよ。だって日本の、ね、国の借金って1000兆円超えてるんですよ。1000兆円超えてるんです。 ね、日本国の税収って1年で50兆円だって仮に仮定した時に、ね、1000兆円の借金を、ね、50兆の税収の中から返すって言ってるわけですよ。 ね、その50兆というのは社会保険、社会保障費とかね、いろんな項目がありますよね、ねそのね社会保障に使うその、ね、高齢者とかお年寄りとか、病院とか福祉とかにお金使うとか、教育にお金使うとか、国の防衛にお金使うとか、ね、公共事業にお金使うとか、いろんなところにお金使う50兆ですよね、まあ、全然足りてないから、ね、さらに毎年40兆以上借金してるわけですけど、ね、その50兆という税収をですよ、 その50兆という税収を全て、ね、50兆全て借金返済に回すとしますよね。 要するに国が1円も政治に使うお金を使わず、国家公務員、ね、地方公務員、まあまあ、特に国家公務員は、ただの1円も、ね、給料ももらわないと国に政治をいや1。1円も国の政治にお金を使わず、1円も、ね、国家公務員が給料をもらわず、あ国民から集めた税収50兆をすべて1000兆円の借金返済に充てたとして、ね、何年かかりますか。ね 1000兆割る50兆ですよね。1000割る50ということですよ。1000兆割る50兆。つまり1000割る50ということです。つまり20年かかるってことです、ね。20年かかるってことですよね。国が1円も政治にお金を使わず、 ね、国,国家公務員がただの1円も給料をもらわなく、ね、50兆という税収をすべて、ね、借金返済に回して、それで20年かかるんですよ、返せないってことですよ、そんなことないですよね、1円も国が政治にお金を使わないとか、公務員がね、1円もお金、あのね、給料をもらわないなんてありえないわけだから、ただからもう、実質返せないってことなんですよ。 ね、だけど、ね、それがな,な,なぜか、ねいや、大丈夫、大丈夫、大丈夫と、ねえーな、その根拠は一体何なんだってことなんですよ。ねでねあの、日本っていう国はね、国自体は絶対潰れません。で国自体は潰れないと思うんですよ。な、ね、んでですかって言ったらいざってなったら国民の預金に、えー、を封鎖すればいいからですよね。 ね、それを71年前やったわけですよ。ね。それは、ね、いわゆる財政破綻しないって言ってる人たちの論理と同じですよ。ね、要するにもう国は返せませんと、ね。ギリシャと一緒ですよね。いやもうこの借金返せない。まあ、実質返せないわけですよ。もう返せないし、返す気もないわけですよね。えー、日本はね,ねか。返す気がないんだったら、ね、そんなに毎年毎年ね、あの借金を増やし続ける必要はない。あま <laughs> 増やし続けるはずがなく、返す気がないから、ひたすら借金を増やし続けるわけですよね。で、最後、踏み倒せばいいわけですよ。そうしたときに、日本はね外国から借金しているのではなく、日本国、もしくは日本国民から借りてますと。だから、私たちはもう国としては借金返せないので、ということで、国民の預金を封鎖して、国民の預金に90%の課税をかけて、国民の預金を全部ね、もらえば、少なくとも国,民あの国の借金は消えますよね。 ね、それででいいのかってことなんですよ、ね、確かに国そのものは潰れなかったかもしれないけど、ね、あの預金を、ね、それこそ、ね、何千万って持ってる人たちってたくさんいるわけですけどその人たちの、ね、結局預金っていうのが突然ある日突然封鎖され、ね、ある日突然、ね、90%以上の税をかけられ、ね、気が付いたら自分たちの預金が、ね、10%以下になってましたみたいなね。 ね、日本は、ね、日本国、国民からお金を借りていて、ねちゃね、本当は国民は、ね、国から返してもらうはずだったのに、逆に、ね、取られると、ね、預金を取られるということですよね。まあ、そういう意味では、ね、国家財政破綻しないということだと思うんですけど、ね、それでいいんですかということですよね。ね当然いやあの、よくないですよね。よくないわけですよ。だから、そういったことから目を背けちゃいけないということなんですね。 そうしたときに、じゃあね、まずね、日本っていうのを考えて、その後一人一人の、ね、個人っていうのを考えていきたいと思うんですけど、じゃあね、ギリシャが経済危機になった原因は一つだったですよね、でそれは共通通貨、ユーロという同,同じ共通通貨、お金が導入されたことにより、ヨーロッパが自由競争市場になったがために、ね、ドイツが1人勝ちしたからと、ね。ギリシャ、スペイン。 ポルトガル、イタリアというのは、要するに負けたわけですよね。負けて、ドイツが独り勝ちしたと。だ,だ,だからドイツは経済状態がどんどん良くなり、あとの、ね、共通通貨ユーロを導入した他のヨーロッパ多諸国は、ね、逆に経済が厳しくなったということですよね。それは150年前に東京だけが良くなり、あとの、ね、46都道府県が、46、ね、府県が ね、あの逆に財政的に厳しくなったというのと全く同じ状態ということになりますで、その問題の本質が見えてるならば、もし日本という全国全体で考えたら、もう取る方法は2つしかないわけですよ、すなわちドイツのようになるか、イギリスのようになるかということですよね。 ドイツのようになるっていうのはもっと広い地域アジアそして全世界に対してもっと広い自由競争市場の中で勝ち組になるというのがドイツの取,る取った方法と同じですよね要するに日本という狭い市場日本が今1億2600万人という人口の中でこれだけ経済が厳しくなっているというのであればもっと広い市場の中に打って出てその広い市場の中で勝つと。 ということをすれば、ね、要するにドイツのようになると、要するに、ね、2015年に、ね、新規国債発行をゼロにすることができたと、ね、ドイツは、ね、1, 1年で1回あの、ね、国債という国の借金を、ね、全く発行しなくてもいいという予算を組むことができたというのは、要するにドイツは勝ったということですよね。だから、1つの方法としてはもう日本はもうアジア、そして全世界という市場に打って出て、そしてその広い自由区競争の環境の中で勝つと。 ね、いう,こうドイツのような道を選ぶか、もしくはもうイギリスのような道ですよね。もう要するに私たちはもう経済に興味ありませんという形でもう競争から逃げて、いや,まあやっぱりお金じゃないですと、ねえーね、幸せなんですみたいな感じで、イギリスみたいにもう逃げるか、まあ、どっちかですよね。まあ、私たちはもともと経済に興味なかったんですみたいなね。ねそういう,こう経済とか金融とかお金というものに対しての興味関心を下げるか、基本的にはどっちかしかないということですよね。 でね、どっちの動きも同時に起きてるんですけど日本全体としては明らかにイギリスの方向に向いてるわけですよ。もうねあの諦めてるんですよねもう全体的には人口の割合として。 ね、もう諦めてるんですよだからその平均年収が500万から400万に100万下がってこれからね、えー、平均年収300万時代が来ますよとね500平均年収500万が400万に100万下がってさらに100万下がりますよと平均年収400万時代が300万時代になりますよって言ってもねいやー大事なのはお金じゃないよみたいなね,ねもうねあの経済とか金融とかお金というものに対しての興味関心っていうのをだん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 ,だん下げていって。 でいやもうとにかくね狭い範囲内で、ね、それともみんながね楽しくね日々ね笑いながらねあの生きていければいいじゃないかとね、えー、なんか普通が一番だよみたいなね,ねだからもう,そうど,んど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 んね世界に出ていくんじゃなくてどん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 地元に残ろう地元に残ろうとね親と同居もしくは親とすごく近くに住んでね経済状態として貯金を持ってる親のすぐ近くにいて ね、そしてもとにかくね世界に出ていくどころかどん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 地元志向内向き下向き後ろ向きですよねそういうね状態っていうのがまあ日本のね人口の割合として圧倒的に増えてるということですよね,ね昔は日本人って言ったらねどん,どん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 世界に出ていって例えばね大学って言った時にハーバードとかに1年に100人ぐらい留学に行ってたわけですけど今はもう1人とかゼロとかですからね それぐらい、こう、内向き、下向き、後ろ向きということなわけです。ね、それがまあ日本の全体的な流れですよ、ね。それでいいというのであれば、もうね、あの正直ね、この話を聞く必要は全くないわけですよ。ね、もうそういうのがいいというのであれば、ね、もうそれ,それは、ね、いくらでもテレビで楽しい、ね、バラエティ番組とか流れてるわけですから、わざわざ人生で最も貴重な、ね、自分の時間っていうのを、こんな話を聞くのにね、時間使う必要ないんですよね。 ね、いやそんなね、その平均年収500万円が400万に下がり、400万が300万に下がってね、いやだけどね、でもみんながね、健康で、ね、元気でねあの、幸せそうだったら、それでいいじゃないかと、ねなん、なんでそれに問題があるんだって言うんだったら、だったらこんな話聞く必要ないんですよ、最初からね。ね、聞く必要ないんですよ。ね、もっと楽しい話を聞けばいいじゃないですか。もっと楽しいテレビ番組見,見ればいいわけですよね。 ね、でこの話を聞くっていう人は、ね、その全人口の中では多分すごい少数だと思うんですよ、それこそトップ1%とか0.1%の人だと思うんですよ、周囲の人とは明らかに違う人だと思うんですよね、そうじゃなくて、ね、ドイツのように勝ちたいと思ってるから、この話を聞いてるはずなんですよね。 ね、そう平均年収が500万が400万だ、400万が300万だ、もうこのままだったら自利品だと、ただただひたすら下がり続けるだけだし、ただただね、なんかね、昔ね、1985年にジャパンアズナンバーワンって言われたかもしれないけど、ね、そんなのはもう過去の栄光であり、ね、こんな日本っていう国は経済的に見たら、ね、沈みゆくね、えー、巨漢、ね、タイタニック号みたいな存在だっていうのに気づいてるから。 そうじゃなかったら聞く必要ないんですよ。ね、私の経済とか私の、ね、金融の話なんかね。全然聞く必要ないわけです。ね、そうじゃなくて、その環境の中で、ね、例えば周囲の99%とか99.9%の人は、ね、なんかもうね問題を見ないで、なんかね、その国家財政破綻って言ってる人は単なるね煽りだと、ね、それはマスコミとか一部の過激な人が言ってる煽りに過ぎないとかって言ってね、なんかね、現実を直視しないで、 でね、思考停止になっている人たちではなく、そうじゃなくて本当に危機意識を持ってね、ねその中でもやっぱり夢を叶えたいとか成功したいと思っているから、ね、自分の最も貴重な、ね、時間というのを、まあ、こんな話を聞くのに時間を使っているわけですよね。だったらもう方法は一つしかないんですよ。勝つしかないんです。勝つんですよ。もうそれしかないんです。いいですか ね、あの道徳的な、ね、その理想論とか建前は別として経済っていうのはものすごくシンプルですから経済イコール競争なんですよ。ね、経済イコール競争なんです。で自由環境になればなるだけ自由競争の環境になればなるだけ競争は激しくなるんです。ね、もうそれが前提ですよ、ね。イギリスみたいに競争に負けていやもう競争じゃないとお金じゃない経済じゃないっていうのは簡単ですよ。 ね、だけど、それはね、もう私からすると逃げなんですよ、はっきり言って。ね、それはね、もしかしたら大多数の人の、ね、意見かもしれないですよ。もしなんか国民投票でもすれば、ね、そんなか勝った人の数と負けた人の数でいけば、負けてる人の方が圧倒的に人数が多いから、ね、だから民主主義みたいなね、一人一票でみんなが平等に選挙権でも持って、民主主義で多数決ってなれば、それは普通、立場の弱い人がね、あの多数決で勝ちますよ。 ね、でもそういった人たちは別にこんな話聞く必要ないですよね。 もっと楽しいね、テレビ番組とか、もっと面白い、面白おかしい YouTube なんて山ほどあるわけだから、そっちを見ればいいし、そっちを聞けばいいわけですよ。ね、でもそうじゃないと。ね、自分はね、その99%じゃなくて1%だと、ね。自分はね、99.9%じゃなくて0.1%だと。自分は勝つと。ね、必ず勝つと、ね。夢を叶えると。成功するという、そういうね、気概がある人だけが聞けばいい話なんですよ。 でだったらもうね、方法は一つしかないんですよ。ドイツみたいに勝てばいいんです。ね、勝てば良、ね、くなるんですよ、ね。自由競争の環境というのはね。だからドイツは、e e、あのヨーロッパ連合 EU っていうのができて、共通通貨ユーロっていうのが導入されたことによって、ドイツは良くなったんですよ。経済的にすごく、ね、あの健全になったんですよ。 ね、だから自由競争化っていうのは負けた人にとってはねものすごくこう過酷な環境であるのは間違いないですけど勝った人にとっては歴史上最も莫大な成功を収めるっていうねそういう機会チャンスもまた持ってるわけですよ。ね ちょうどこの,この動画の 1, 1本前が、ね、ビリオネアランキングっていう、ね、動画だったと思うんですけど、ねそのね、昔は、ね、1000億資産を持っててビリオネアっていうことで、ね、桁違いのお金持ちだったわけですけど、ね、今もう一桁上がってるわけですよね。 1> 今、1000億じゃなくて、1000億だったらね世界20位以内にも入らず、トップ20の人たちってみんな、超というお金を資産として持ってるわけですよ。しかも、ビル・ゲイツはねもう9兆何千,何千億で、いよいよね10兆というのが数字として見えてるわけですよね。 ビリオネアという1000億を一桁じゃなくて二桁以上大きな資産というのを作る。そういうことが可能な時代になっているわけですよ。ただしそれは前提があります。勝つことです。勝ったからなんですよ。ね、そのことを、ね、絶対目を背けちゃいけないんです、ね。もし本当に経済的な成功を収めたいというのであれば、勝つことです。それしかないんですよ。ね そのお情けでね、なんかね、いざとなったら国とかね、地方とかね、会社に助けてもらえばいいやみたいな甘えがあるんだったら、ね、絶対無理なんですよ、今のこの自由競争の社会の中でね、あの大成功を収めるなんて。ねだって自分があのお客さんの立場だったら簡単にわかるじゃないですか。自分がお客さんで、じゃあどの商品買おうかなって思った時一番いいと思うものを買いますよね。 ね、わざわざですよわざわざ一番いいものを敬遠して、ね、自分にとってもっと良くないもの2番3番4番のものをわざわざ買いますか買わないですよね,ねもしね自分が大事なお金を使うっていうんだったら少なくても自分から見てこれが一番だと思うから大事なお金を使うわけじゃないですかってことは逆の立場で言って自分がビジネスをするとかってなった場合は当然一番になるなんていうのは当たり前なんですよ 当たり前なんです、ね。だからね、道徳的な考え方と経済的な考え方っていうのははっきり分ける必要があるんです。ね、道徳は、ね、人々は平等であるべきだと説きます。ね、それはそうだと思うんですよ。ね、私もそれ,それは綺麗な理屈だと思います。ね、道徳的に人はねみんなね生まれながらに平等であって、ね、その通りだと思うんですよ。 本当にその通りだと思うんです、ね。しかしそれは生まれながらに平等であって結果の平等は保障してないんですよ。日本国憲法でもね、アメリカ合衆国の憲法でも人は確かに生まれながらに平等でありとは書いてありますけど結果の平等は一言も歌ってないし保障もしてないんです、ね。それは本当に日本国憲法なり何なりをちゃんと読めば分かることですよ。人は生まれながらに平等であって生まれた瞬間は平等なんですよ。確かに。 しかし、その後は平等であるとは書いてないんです。日本国憲法にも、アメリカ合衆国憲法にも、ね。そのことを受け入れる必要があるんですよ。つまり、経済的には人は不平等であるのが当たり前だっていうことです。ね、これは大事なことなんで、もう一回言いますよ。人は経済的には不平等であるのが当たり前なんですよ。それはそうですよね。だって、1日24時間の使い方が違うんですよ。 一日24時間の使い方が違って片やね今この瞬間のためになんか自分がね食べたくなったら食べて眠たくなったら寝てなんかねなんか面白いことないかなと思ったらテレビ見てねスマ,スマートフォンでねガチャ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 遊んでる人と、ね、とにかく、ね、10年後20年後の本当のね正真正銘の真の大成功を夢見て日々コツ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 ,コツ、ね、一生懸命勉強し、ね、努力し、ね、一生懸命ね頑張ってる人が24時間360 75日を真剣勝負でやってる人が同じ結果を得るはずがないじゃないですかもしそれで同じ結果を得るならばそれこそ不平等ですよ、ね、誰も世界中74億人誰も頑張らないですよ、ね、あの自分は食べたい時に食べて寝たい時に寝て、ね、なんか気が向かないからって言って仕事やらず、ね、自分それは自分のやりたい仕事じゃないんだとかなんか眠たいこと言ってですよ、ね、そんなダラ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 生きてる人が ね、いいだらだら生きてる人と、ね、24時間365日っていうその1日の、ね、時間っていうのをすごく大事にして一生懸命ね将来の20年後10年後の成功のために一生懸命勉強し努力し、ね、自分を高め、ね、自分の持ってる商品サービスをよくしていこうと、ね、それで一人でも多くの人に、ね、見込み客を集めてそして一生懸命販売してる人が同じ結果を得るはずがないじゃないですか当たり前ですよね不平等なんていうのはね。 だから当然、待遇も別になるんですよ。当然、平等じゃないですよね。飛行機に乗りますと。自分が持っているチケットはね、5万円ですと、ね。で、えー、エコノミーに乗りますと、ね。でああ、別の人はね、150万円払いましたと、ね。ファーストクラスに乗りますと。同じサービス受けるはずがないですよね。ね もし同じサービスだったら、じゃあなんでそこに価格の差があるんですかってことですよ。ね、当然、ファーストクラスで、ね、片道150万とか払う人が特別待遇を受けるの当たり前ですよね。それを、ね、結局受け入れるっていうことが大事なんですよ、ね。人はね、生まれながらには平等です。それはそうですよ。確かに。 ね、生まれた瞬間、不平等というわけではない、それは日本国憲法でも、合衆国憲法でも、人は生まれながらに平等であるとは確かに書いてあります、ね、確かに歌われている、ね、だからそれはその通りだと思うし、そうあるべきです、ね、しかし、ねそ、そこしか保証してないんですよ、人は生まれながらに平等であるとは保証してたとしても、その人の人生は一生平等ですよとは歌ってないんですよ。 ってことは、私たちの人生っていうのは不平等が当たり前なんです。もしそれが嫌なんだったら努力すればいいんですよ。ね、勝てばいいんです、ね。勝てばいいんですよ。ね だからその競争に負けたから競争そのものを否定してね「いやそれがね」とかって言ってねなんか競争に勝った人をねこう批判したりね叩いたり妬んだりとかもしくはいやそのもの競争そのものを否定したりとかねっていうのは単なる現実逃避なんですよ、ね、単なる現実逃避なんですねもうみんなの前に、ね、目の前にたくさんのねチャンスがある機会があるね本当にね本気の本気で夢を叶えたいとか成功したいって言うんだったらそれは 実現できるる環境ににみんないるにもかかわらず、ね、もうその日が楽しければいいやとかねその日にね何の痛みも感じたくないと何の苦労も何の努力もしたくないという、ね、そういう人と、ね、本当に20年後10年後本当の真の成功を目指して日々、ね、自分を一生懸命高めて努力してる人が同じ結果を得るはずがないじゃないですか、ね、だったらそれを前提として生きるんですよ、ね、もう不平等なのが当たり前だと、ねもうであのね、経済はね競争なのが当たり前だと 当たり前だと環境が自由になればなるだけ人は差がついていって二極化していくとそれが前提としていけばいいじゃないですかそして1日1日24時間を一生懸命やればいいんですよそしたらねどんな人だってね勝てるんです最終的にはね。 必ず勝てるんですよ、ね、例えばその、ね、私はよく、ね、日々、ね、進化成長することが大事だという話をするんですけど、ね、昨日より、ね、とにかく、ね、0.1%自分を進化させるんです、ね、昨日の自分よりも今日の自分を0.1%進化させるんですよ、ね、もう昨日の自分より0.1%自分は明らかに成長したと自分は昨日の自分より0.1%進化したと、ね、それを、ね、続けていけば、ね、絶対勝てるんです 絶対勝てるんですよね。そのね、零点一パーセントの進化をね、二十年続けていったら、結局何倍になるかっていうことですよね。 今日も昨日の自分より0.1%進化したと。と今日も昨日の自分より0.1%進化したと。と今日も自分昨日の自分より0.1%進化したと。と、ね、24時間というその、ね、本当に限られた貴重な時間を一生懸命に生きたと。自分なりに一生懸命勉強し、自分なりに一生懸命仕事したと。ね、一生懸命自分なりに、ね、他者の評価はともかくとして、自分なりに一生懸命、ね、努力したってなると、ね、必ず勝てるんですよ。なんでか、20年後に何倍になってるかということですよね、自分の能力がね。 日々の0.1%の進化っていうのは自分を20年後どこに連れて行ってくれるかっいうことなんですよ。1440倍の自分になれるんですよ。1440倍の自分になれるんです。そしたらね、99.9%の人には勝てるんですよ、絶対に。 99.9%、ね、の人はね、やってないですから、その日々の、ね、24時間一生懸命生きてね、あの昨日の日自分よりも0.1%進化させるってことをやってないんですよ。だから、自分がね、常に、ね、24時間でね、自分ができるだけの最善の勉強をし、最善の努力をし、最善の仕事を続けていったならば、20年という時間があれば、1440倍進化できるわけだから、もう勝てるんですよ、絶対勝てるんです。ね、だから、勝てばいいんですよ、はっきり言って。 ね、そしたら、ね、こんなに、ね、あの機会、チャンスが多い時代はないし、こんなに、ね、1回勝った時にねもに人が考えられないような、ね、ちょっと、ね、常識では測れないような成功するっていうことが、ね、あので,きあのできるっていう、ね、時代はないんですよ。ね、例えばその、ね、ビリオネアランキングで、ね、ついに5位まで来たのが、ね、Facebook の創業者マーク・ザッカーバーグ。 でしたけれども、ね、マーク・ザッカーバーグっていう人はね,、まあ、ね、世界で5番目の資産家ということでしたよね。まあ、それはね、一本前のビリオネアランキングっていう動画でご紹介したんですけど、彼はね、ビリオネアになるのに4年しかかかってないんですよ。ね、創業して4年でビリオネアなんですよ。ね っていう時代ですよね。ね自分が大学生で会社を起業して4年後にビリオネア、ね、資産1000億円以上になってる。そんな時代なんですよ。だからね、競争から逃げたら何にもならないんですよ。ね、もしね、もう競争は前提だと。もう経済イコール競争だと、ね。経済イコール自由競争だ。だったら勝つしかないんですよ。勝てばいいんです。ね その勝つためにどうするかっていうのを一生懸命考えればいいということです。ね、だから基本的にこういう、ね、自由環境になればなるだけ二極化していくんですよ。1日24時間の使い方が明らかに違いますからね、人によってね。で、そうした時にもうどっちかですよね、もうドイツのように勝つか、イギリスのようにね、もう負けましたって言って競争から逃げるかって、もうどっちかしかないんですよ、ね。だからもうドイツとイギリスなんていうのは、ここから10年、20年でもう信じがたいぐらい差がついていくわけですよ。もうイギリスは降り,降りてますからね、勝負からね。 ね、もうだからもう,もうドイツ、今はイギリスとドイツっていうのはね、そこまでね、はっきりとした差はないかもしれないですけど、ここから10年、20年はもうこれはもう信じがたいぐらいね、差がついていきます。本当にもうイギリスの人たちは、ねね、歴史の教科書で、ね、19世紀、我々は大英帝国としてっていうね、もう過去の栄光を記憶として、それをよりどころとして生きていくしかない。それはね、他国の話じゃないんですよ。日本も1985年にジャパンアズナンバーワンと呼ばれ、 当時は世界の中の先進国としてみたいな感じになるわけですよ、ね。それでいいのかってことですよ。それがもう見えてる世の中の中で、それでいいのかってことなんです。もしかしたら99%の人はいいと。99.9%の人はいいって言うかもしれないですよね。いや、いいじゃんって、ね。みんなが楽しいんだからと。みんなが仲良くやってるじゃんと。みんながニコニコしてるじゃんと。言うかもしれない。ね、でもそういう人がね、こういう話を聞く必要はないんですよ。 全くないんですよ、ね、こんな数は多くあるね、えなんかね、テレビとか YouTube チャンネルの中で、わざわざね、自分の一番大事な貴重な時間を使って、こんな話を聞く必要ないんですよ。私はそういう人のために話をしてるんじゃないんです。そうじゃないんですよ。1%なんですよ。0.1%の人のために話をしてるんです。それじゃよくないと。それは嫌だと。一生一回だから絶対夢叶えて成功したいと思ってる人に話をしてるんです。だったらね、もう前提を 受け入れるしかないんですよ道徳的に綺麗なのかどうかなんてどうでもいいんです。ね、道徳的に綺麗なのかどうかはどうでもいいんですよ。いや、人は平等であるべきだからとか、人に差がついては良くないとかね、もうそんなのはどうでもいいんですよ。はっきり言って。もうそんなのはね、政治学者とか宗教学者に任しとけばいいんです。そうじゃなくて、現実を生きてるんですよ。現実を生きてるんです。現実は不平等なんですよ。それを受け入れるしかないんです。 ね、現実は不平等なんですよ。人は生まれながらに平等に生まれてきたかもしれないけどその後の時間の使い方が違うんだから結果は不平等なんですよ。不平等だからこそ自分が勝った時に不平等なサービスが受けられるんじゃないですか。ね、その 1>, 1万円のホテルと10万円のホテルでやっぱりねあの、サービスが違うわけですよ。受けられるサービスが違うわけですよ。ね、その飛行機で、ね、5万円のチケットと150万円のチケットじゃね、受けられるサービスが違うわけですよ。当たり前ですよね。それが現実ですよ。それを,それを事実として受け入れたときに、じゃあ自分も勝ちたいと。じゃあどうすれば勝てるんだろうっていうのが、この、ね、話のテーマになってるわけです、ね。だからもうね、もしかしたら日本はイギリスみたいにもうね、逃げるかもしれません。 ね、はっきり言って、いやーって言って、もう一回ね、江戸時代みたいに戻ろ,戻ろうみたいなね、やっぱりね、その鹿児島は鹿児島でみたいなね、えー、熊本は熊本でみたいな、北海道は北海道でって言って、ね、それぞれが、ね、円という通貨じゃなくて、独自通貨ですよね、それをこう仮想通貨では実現できるんですけど、科学技術的にね、えー、要するにこうね、えー、各,各ね、えー、県が独自通貨を仮想通貨で発行すると、経費がほとんどかからないんですよね。 なんか昔、昔あの地域振興券っていうのがありましたけど、ね、なんか1万円買い物したら1万1000円分買えますみたいな、なんかそんな地域振興券っていうのがありましたけど、あれ1回発行するのに、ものすごく、ね、こう手間と、ね、あの経費がかかっちゃうんですよね。だからなかなか続けることができないんですけど、仮想通貨のブロックチェーンっていう技術を使えば、確かに、ね、独自通貨を発行するっていうのも簡単にできるわけですよ。この独自通貨は鹿児島の中だけでしか使えませんと。ほ、ね、他の都道府県では使えないですと。ね、もしこの通貨で、ね、えお買い物したいんだったら、 ね、あのぜひね自分たちのね県の商品を買ってくださいということですよね。なんかねあのイオンとかがやってるなんか、ねあの 通貨と同じですよね、こんなワオン音とかね、ナ,ナコとかね、あんなのと同じ感覚ですよね。まあ、そのポイントは、ね、イオンで使ってくださいっていうのと同じことが、例えば鹿児島の仮想通貨っていう形であれば使えるんですよ。もしかしたら日本はね、そういう方向に行くかもしれません。まあ、ほとんどの人たちはもうなんか世界の中の競争から降りてますからね、ねあのもう下向きうし、内向き、後ろ向きですよ、ね。今から海外に出てね、勝負したいと言ってる人 が、ねえー、本当に少なくほとんどはとにかく地元嗜好、地元志向地元志向という感じで残っていってますから、そういう意味ではもしかしたら、ね、日本全体は、ね、そういう流れになるかもしれない。もう一回江戸時代に戻りましょうみたいなね。えー、みんながね、た、えと、ー、えみんながどん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 貧しくなっていっても、た、えと、ー、え平均年収が500万が400万になり、400万が300万に下がっても、 みんなが健康で、ね、笑顔で、ね、ニコニコやってればそれでいいじゃないかっていう、まあ、なんかそういう世の中にもしかしたらなっていくかもしれません。しかし、私からすれば、そんなのはどうでもいいことです、はっきり言ってね。 そんなことね、えー、みんながそう,だそうだって言ったときに、自分は別にそうありたいとは全然思わないし、もうもう同じようにそうありたいと思わない人が話を聞いてくれればいいと思ってるんですね。でそうしたときに、じゃあね、自分はどうやったら世界で勝負できるんだろうとで、そのためにはどんな知識が必要で、どんな技能を身につけていけばいいんだろうというのを一生懸命考えて、ね、それは一朝一夕には身につかないですよ。英語っていう語学一つ取ったって、ね、今日一生懸命ね、8時間、10時間勉強したから、じゃあ次の日英語ができるようになりますかじゃあできる ないですよはっきり言ってねだけど0.1%の進化だったらできるじゃないですかね 昨日の自分よりも今日の自分は0.1%英語ができるようになったと。昨日の自分よりも今日の自分は0.1%経済について強くなったと。昨日の自分よりも今日の自分は0.1%金融、お金の知識を身につけることができたと、ね。明らかに自分は昨日の自分よりも今日の自分は成長してるし、進化してるっていうのを、ね、20年続けていけば1440倍になるからもう巨人になれるんですよ。誰だって勝てるんです。他の人はそんなこと考えてませんから。 ね、もう99%、99.9%の人はそんなこと、ね、目指してすらいないんですよ。 ね、もうとにかく今日がね、笑顔だったらいいじゃんと、あ今日もね、一生懸命頑張った仕事が終わった、みたいな感じでやってるじゃないですか。だったら勝つのなんて楽勝ですよ、はっきり言って。ね。だから、それはもうね、究極二択なんです。どっちで行きたいかっていうのは、はっきりね選、選べばいいんですよ。ね、もうドイツみたいに勝つのか、イギリスみたいに逃げるのか、もうどっちかだけなんですよ。ね、そうした時にね、もう逃げたい人は逃げればいいんですよ。ね、な,な,なんでそんなお金とかね、経済とか金融とか一生懸命やってんだろう、みたいなね。もうみんな仲良くやればいいじゃないかっていう人は どうぞ他のの、ね、テレビを見ればいいんですよ。バラエティでも見ればいいんですよ。他の YouTube チャンネルでなんかね、とにかく面白おかしくね、なんかね、やってるのを見ればいいんですよ。何もわざわざ自分のね、とても貴重な時間をね、こんな話を聞くのに使う必要はないんです。 私が話をしてるのは、もっと真剣な人に話をしてるんです。ね、もっとね、本気の本気で、一生一回だから、絶対夢叶えて、絶対成功したいっていう人に話をしてるんです。そういう人だけが聞いてくれればいいんですよ。そういう真剣な人が聞いたならば、必ず何かを感じ取ってくれるはずだし、ね、何かやっぱり生かしていってくれると思ってるから、だから話をしてるんですね。だから私はもうはっきりしてるんですよ。もう99%の人はね、聞く必要ないと思ってるんです。ね、その人たちがね、あまたね、なんかね、煽ってるとかね、なんかね、 財政破綻するとかね、預金封鎖が起きるとかね、あまたマスコミみたいに煽ってるとかってね、もう99%の人はね好き放題言えばいいんですよ、はっきり言ってね。もうどうでもいいです、そういう人たちはね。もうとにかくね、なんかね、70年,70年前に戦争に負けたのに、ね、神の国だから神風が吹く,吹くみたいなね、もう何の科学的根拠もないことを申し信して、ね、もうとにかく日本は大丈夫、さは日本は大丈夫、さう日本は大丈夫っていうね、なんかその科学的の何の根拠もない申し信をね、したい人はね、もうどうぞそういうふうにう。 考えればいいんですよ、ねえー、私が少なくとも考えているのは別に地震が起きてほしいわけじゃないけど地震保険は入りましょうと。ね、別に火,災火事に遭いたいわけじゃないけど火災保険は入りましょうと。ね、そういう備えをしてれば万が一があった時でもちゃんと自分とか自分の大事な家族は守れますよというそういう話なんです。そしてただ守るだけでは全然面白くないからだったら攻めましょうよと。勝ちましょうよと。 ね、全世界に通用していってどこでも生きていける自分になればそしたらね圧倒的に今の時代ほどね莫大な成功を収めるってことが可能な時代はないんですよ。未来は常に明るいってことは自由競争の中で勝てば信じがたいぐらいの成功をつかむってことができるとそういう可能性の場に私たちはいるんだということですよね。 そういうことをぜひね、認識していただいたらいいのかなというふうに思います。もうどっちかなんです。もう勝つか負けるかなんです。引き分けはないです。ね。引き分けはない。 ね、自分のお金をね,ね、A 社の商品と B 社の商品に半分ずつお金を分けて使いましょうなんてありえないですよ、ね。もうどっちかを選んでるじゃないですか。どっちかを買いますよね。どっちかを買うってことは、どっちかは買わないってことですよ。つまり、自分が商品、サービスを提供する企業の立場だったら、もう選ばれるか選ばれないかの二者択一であり、引き分けはないんですよ。じゃあ、うちの商品の半分と相手の商品の半分の半分ずつ買ってくださいなんてありえないんですよ。勝つか負けるかなんです。

いいですか経済というのはね競争が前提なんです。自由競争が当たり前なんです。ってことは勝つか負けるかしかないんです。でそうした時にもしかしたら99%の人は競争に負けてるだけなのに、なんかね勝った人をね、妬んだり、恨んだりね、ね非難したり、批判したりするかもしれないし、もしかしたらもういや競争そのものに興味、関心がなくて、いや、もう大事なのはお金じゃなくて幸せだよとか精神性だよとかってね、まあ、言ってるかもしれないです。もうどうでもいいんです、そんな人たちは。本当に。ね、その人たちはね 見る,ねえー、見ることができるテレビはたくさんあるし見ることができる YouTube はたくさんあるんだからどうぞそっちを見ればいいんですよ。ね、なんでわざわざ、ね、そ,うそのことを話してない、ね、別に聞いても面白いおかしくも何ともない、ね、話を、ね、わざわざ、ね、聞く必要がないじゃないですか。 ね、私が話しているのはもっと真剣に生きている人なんですよ。もっと一生懸命生きている人なんです、ね。夢を絶対に叶えると、一生一回だから勝負すると、ね、必ず勝つと、絶対勝つと、最終的に自分に勝つと。 ね、自分が0.1%の進化をし、昨日より自分が今日の自分が0.1%昨日よりも素晴らしい存在になってたら、10年、20年で絶対勝てるんだと、必ず勝てるんだと、ね、っていうのを確信してる人が聞いてくれればいいということです、ね。ギリシャの経済危機っていうのは決してね、他国のね、なんか遠いね、えー 話じゃなないいいんんでですすよ日本っていうのはそれぐらい危機なんですやばいんですよ、はっきり言ってね、簡単ですよね、1000兆割る5 0兆,あ兆,割る50兆をすれば20年かかるって、誰だって、小学生だって計算できる割り算ですよ、返せるはずがないじゃないですか、でそれでも財政破綻しないっていうんだったら、もうそれは国が預金封鎖して国民からね、お金を取るしかないですよね、それぐらい簡単な理屈ですよ、ね、でそれが起きてほしいって言ってるわけじゃないんです、起きたって大丈夫な自分になりましょうよって話なんですね。 備えてて起きななかかったらいいいじゃないですか別に、ね、だ,だけど少なくとも備えないっていうのは単なる思考停止ですよ自分が見たくないものを見ないって言ってるのと同じなんですよね。 だから、ちゃんと、ね、自分はそれに備えてて、見たくないものを見て、ね、現実から逃げず、直視して、そしてこれが本質的な問題だから、じゃあこうやっていけば、ね、問題解決できるっていうことを一生懸命日々やっていくんです。そして、将来の夢とか成功というのを決して疑うことなく、今日できることを今日一生懸命やるんです。 24時間っていう本当に限られた貴重な時間っていうのを一生懸命ね使うんですよ。自分の夢実現とか成功のためにね。そうすれば信じがたいぐらいの成功もまた可能な時代に生きてるんです。だからものすごく残酷な時代でありながらものすごくね、チャンスの多いね、素晴らしい時代に生きてるとも言えるんですよ。これはもうどっちに行くかっていうのはその人次第なんです。ね、みんな24時間なんですよ。 みんんなな時間なんですその24時間の中でどっちに行きたいかっていうのはひ一人一人は日々選んでるんですね。 だからね、それはね、結果がどん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 二極化、二極化、二極化していくっていうのは、それは残酷なね時代かもしれません。だから残酷な時代っていう言い方もできるかもしれない。しかしね、ね昨日一昨日まで、ね、大学生だった人が、ね、創業して4年でねビリオネアになれると、そんな可能性を持ってるっていうのは、もうこの現代21世紀しかありえないわけですよね。 そんな可能性のある機械チャンスのある時代にまた生きてるというのを、ね、もし認識することができたならば自分が見たくないものを見て、ね、聞きたくないものを聞き現実から逃げないで現実を直視しそして正当な危機感を持ってその中でも、ね、機械チャンスはないかというふうに一生懸命探してもし自分なりにこれは機械だこれはチャンスだというふうに思ったならばもう全力で挑戦するんですよ。 そういう生き方を選んだ人であればこの話っていうのは何らかね伝わることがあると思うしね何らかじゃあ自分はねその地球ねどこに行ったって絶対生きていけるとどんな時代環境変化があっても必ず自分と自分の大事な人は守れるとそういう人間になるためにはじゃあどうすればいいんだろうとどんな知識を持ってどんな知識技能を獲得していけばいいんだろうっていうのを真剣にやっていただければ必ず勝てるんです夢なんてねそういう人にとっては叶う方が当たり前なんですねなので なので、ぜひね、えー。そういう意味でもうはっきりさせていくということが大事です。もうどっちつかずは一番良くないですよね。もうね、はっきり言ってね。もうはっきりさせると、もう自分はどっちに行きたいんだとね。もう勝ちたいのか、みんなと仲良くしたいのか。っていうのはもうはっきりさせるということです。競争して勝ちたいのか、競争から逃げたいのか？ ね、どっっちかを、ね、はっきりさせるとということですもちろんそれはねどっちどっちを選んでもそのね人生というのは実現していくわけですけど少なくても私自身はねどんな人に話をしているかっていったら一生一回だから真剣にね自分の夢実現とか成功のために日々頑張ってる人に何らかのね気づきとか ね、何らかの,その、ね、エネルギーっていうのを、ね、感じ取っていただけたらなと思って、まあ、話をしてるということです。ね、え私たちが今生きている時代は、まあ、平等という意味ではあまりにも、ね、不平等な時代を生きていると、ね、残酷な時代を生きているとは言えますけれどもしかし本当に勝負をかけたい人にとっては最高の時代であるということは間違いないです。 こ、ね、んなにね機械チャンスが多い時代っていうのはね本当にね初めてなんですよ、ね、今難しいのは機械チャンスがないことじゃなくてあまりにも何をやっても、ね、うまくいく可能性があるからそれでね決断して絞るというのが難しいわけですよものすごく機械チャンスは実際は多いですただそれに向かって本気で全力で自分の人生かけてねここは勝負だとここは行けるだけ行くぞという勝負をかけられるかどうかっていうねやっぱり自分自身の決断というのにかかっているのでぜひね持つべき危機感っていうのはちゃんと持っていただいて いただいてその危機感というのを持った上でね真剣にもしね夢実現を狙うなら狙うと成功を狙うなら狙うという態度で頑張っていただければなというふうに思いますはい今回の動画がですねあなたのお役に立ったということであれば是非グッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいですチャンネル登録もよろしくお願いいたします そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。